はいどうもでありですさて今回はですねこの動画に関しても BGM はなしでいきたいなと思います僕のねまあトークのみというか声のみでねお届けをしたいなと思うんですけども今回何を話すかと言いますと、まあ、先日ですね笠原龍斗君のねまあ、胸の内を語ったというね動画を投稿させていただきましてまあ、それからですねまあちょっとまあ1日ぐらい経ったのかなそんな時にですね まあ、EXILE たかくんがですね、まあ、このタイミングで、とあるね、まあ、ストーリーを更新したんですね。それがですね、だいぶトレンドに上がっていて、まあ、僕も読ませていただいたんですけども、まあ、確かに、りゅうとくんに向けたメッセージなのかなみたいな内容だったので、ちょっとね、あの、皆さんと、まあ、そちらについてちょっとね、話をしていきたいなと思いましてですね、まあ、かなりね、あの、やっぱりこう、シビアな内容にはなるんですけども、ちょっとね、まずはですね、ストーリーの方をね、まずは読んでいきましょうか。 はい、というわけで、えー、どんな内容が書かれてあったかというと、えー、夢を追いかければほとんど向かい風荒波にももまれ傷ついて削られてへし折られそれでもその道を後悔なき思い出にできるよう大事な同志とぶつかり合い励まし合い讃え合い鼓舞し合い時にはわがままでも愚痴でも口に出せばいい背負い過ぎた荷物は無理せずにそ,どそれでも己と向き合うことは忘れず。 いいい時にこそ戒めいつか追い風を味方につけ必ず素晴らしい波に出会えるから己に勝つそうじいちゃんが言ってくれてる気がするんだっていうですねまあそれがだいぶあの、まあ、ファンの皆さんの中で龍斗、まあ、君に向けてるのかジェネに向けてるのかとかまあね貴大君もちょっとまあ答えるかのように。 あのー、コメントしてるんじゃないかみたいなですね、まあ、トレンドが上がっててでですね、まあ、僕の解釈的に言うとやっぱりこれはねやっぱねあの何かしらのやっぱこう龍斗君からの言葉というか龍斗君が発信した内容を受けて、まあ、あの答えるかのようにねこあのコメントしてるんじゃないかなと僕は思いますそ,そう思いますうんやっぱり同じねやっぱこう高井弘君も悩んだことが多分ねあると思うんですよねそれというのもやっぱりこう EXILE がまあ と特によ淳さんが一時期ねあのー、表のね、まあ、エグザイルとしての活動を離れた時期があったじゃないですか、まあ、レッド・フェニックスをね中心とするあの期間ですよね。その中でやっぱりこう小吉さんとかねネ馴ミさんは踊るわけですよ、ガンガンね。てなった時きに、貴弘君もこうあの新体制新ニュー・エグザイルと言われていた時代やっぱりね、こうフォーメーションもかなり入れ替わるねパフォーマンスをしてたから踊る、踊らないって多分あったと思うんだよね。でも 僕のイメージ的にはあんまり踊ってなかったイメージなのよ。だから歌に歌を貫いたと。僕は踊らないよっていうスタンスを貫いたんだよね。だからこそそういうまあボーカルとか先輩とかまあ、あとはそういうねまあ、踊る踊らないとかのところを含めたなんかこうね。 なんかこう思いがわかるというつながりがあるのかななんていうふうには思ったんですけどもまあねまあ単純に直属の先輩であると言ったところでやっぱ悩んでる仲間がいたりとか苦しんでる仲間がいたら手を差し伸べたいっていうまあいわゆるまあエグザとルとライブファミリーのねあのやっぱこう絆の強さというかやっぱねジェネ3代目エグザイルあたりは苦楽を共にしてると思うんですよ僕のイメージ的にね。 うん、まあいい時期だけじゃないと思うんだよねうんでやっぱりリュウト君もねエグザイルとかねあの高井 h 君とかね淳さん憧れてやっぱこうね多分入ってきていると思うからやっぱこの言葉っていうのはリュウト君自身もねなんか嬉しいんじゃないかななんてやっぱこう僕はどうしてもねそう思う,ですよ思うんですよ思うんですよやっぱ竜斗君に向けられたメッセージじゃないかなってやっぱ思うわけで。 多分ね、あの内容の、まあ、今回のね、高井浩君のこの言葉の内容って、龍徳君のね、ことがなければ多分投稿されなかったと思うんだよね。そういう内容じゃん、見た限り。見た限り。だから、直接的に龍徳に対しての言葉とは、ね、言ってないけども、うん、そういう風に当ててるような気がするんで、うん、まあ、そんな内容じゃん。だから、 そうね。まあ、届くと嬉しいよね。この言葉っていうのは、多分まあ、龍斗もね、感じるとは思うんだよね。これを自分にって思うと思うから、ね、まあ、何かしら直接的なやり取りはね、裏であるとは思うんだけどね、高弘く君もね、あのリュウト君にメッセージを送ったりとか、まあ、LINE とか分かんないんですけども、うん、だからね、本当に、やっぱこう、あの言葉、龍斗くんの言葉が刺さるアーティスト、芸能人とかはたくさんいるんじゃないかなと思うんですよ。 やっぱりこうそれだけやっぱこうリュトあの竜斗君が苦しみを吐露するってなかなかないと思うんでね相当なことだとやっぱ思うんで俺もうんいやーやっぱねこの貴弘君の言葉というかこうするかのように発信された貴弘君の言葉っていうのはなかなかの重みがあるなって思いますよね、うん、だから貴弘君の活動の内容をねやっぱこう見てる僕らからファンからすると。 あやっぱこう思うところあるよねって、うん、やっぱ似たところを感じるわけじゃないですか、うん高くんもねやっぱこうエグザイルを背負って立つ、うん、でジェネの看板をね竜、まあ、トくんが割と俺は背負って立ってると思うんだよねってなってくるとやっぱこう踊る、まあ、ボーカルってそうじゃん看板を背負うじゃんでエグザイルっていう看板重みをね一気に背負ったと思うんだよ淳くんがねあのいっ一旦活動をね、まあ、ストップさせます まあっていうかそれら多分ね2回ぐらいあったんだよねだからエグザイルがあのー、何、まあ、全体的に活動をやめた時期があったじゃないですか、あのー、淳君が何、えー、て言うんだろう淳君が、えー、海外にねあの留学をした際にエグザイルがまずストップをしたで割と e x i l e トライブで活動する時期が長かった時があったじゃない。 24W とかも含めてハイアンドローとかも含めてく、うん、君がいない間トライブとしてま a k a h i 君がセンターに立ってやることが多くて看板を一気にしょったのね高 a k a 君がそういう時期もあったし入学材料の時も看板しょったしっていう時で、まあ、多分ねいろいろ悩んだと思うんだよね周りに踊るメンバーしかいないっていうわけじゃんか、うん、だって3代目のリュウ二君とあのオミ君だってもう踊るようになってきてるわけでねだから踊らない 一人のセンターっていう高広くんのポジション、まあ、ニューエグザイルもそうエグザイルドライブの時もそうあの時期もねってなった時にやっぱすごい悩んだと思うんだよねやっぱ考えるよね周りに踊るメンバーしかいないってそりゃ考えるよねやっぱこう踊れよって言われてるようなもんじゃんうんだからね高広くんだからとかまあねもちろんあると思うんだけどいやーでもそれでも葛藤はしたと思うんだよねうんそうだよね だから、まあね、竜斗君の思いが分かるのかななんて思ったりもするし、うん、いや、まあ、これがね、確実に竜斗君に当てられたメッセージかどうかなんて分からないけども、でも、やっぱそうは思うよねっていう、このタイミングだからね、1日ぐらいのね、時間差はあれど、う日ん、きだ,だ,だって、日付変わってすぐらすぐぐらいか、あのストーリーのっけられたのって、17時間前とかになってたからね、今のこの18時時点で。うん、いやだから そうねかなりねもしかしたらとくんから貴弘君に何か相談事があったのかもしれないけど分かんないけどもねこれはね、うん、いやでもかなりね内容としてはね、うん、やっぱこう苦しんだっていいんだよってそれでも、うん、進めばっていうところよね、うん、がすごい伝わるよね己と向き合ってしっかりとっていうところだよねうん。 いやまあ割となんかこう男に向けたメッセージだよねこれって「己に勝つ」っていうねうんそこはすごい感じたかなうーんいやなかなかこう何て言ったらいいんだろうねうん言葉にするのはなかなか難しいんだけどもそれでもやっぱこう仲間っていうところをすごく感じたねうんなんかあれって ななんんかだろう何でもない人に向けて送るメッセージじゃないと思うね書いてるメッセージじゃないと思うね仲間仲間にだからちょっと厳しくもあるじゃんでも愛もあるじゃんかこれって仲間に向けたメッセージかなって俺は思うんだよねうんあれはそうだよね、うん、この内容っていうのはねいや皆さんもねだからこそファンのみんなもああ徳君に向けたメッセージからっていう風に思ったのかななんて思うし、うん、まあ一概にそうとは、ね、言えないんだけどでもそうだろう。 過程だよね、うん、まあね全然ねファンが憶測する分には全然いいと思うし俺はあれはねそう受け取ってもしねそうあれはそう受け取るしねこっちだってねっていう感じだから、うん、いやーちょっとね、まあ、まだまだ波紋を呼んでますけどもちょっとねやっぱこう考えますよねみんなもね、うん、僕もそうだし、うん、あれからね数日たとうとどれだけたとうとやっぱり龍く君大丈夫かなって思うのはあるしねうん。 やっぱそれぞれが思うよねそれぞれが考えるしね、うん、これはどういうふうに収束つくんだろうってうんねえ思うよねどうなっていくんだろうね、うん、ちょっと不安でもあるしね心配でもあるしねなかなかねこれはねちょっとうんって感じですよねはいというわけで今回はですね TAKAHIRO、まあ、くんがですねストーリーにあげたメッセージをですね、まあ、ちょっとね深掘ってみましたということで以上になりますチャンネル登録高評価コメントお願いいたしますまた次の動画でバイバイ